旧モーツァルト全集から、クラリネット50奏曲計581の一部。旧モーツァルト全集は、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトの、初めてとなる、音楽作品全集。1877年1月から1883年12月に、かけて、ブライト・コプ・フーンとヘルテル社から出版され、ホイの観光は1910年まで続いた。 旧モーツァルト全集という名前は二つ目となる、モーツァルト作品全集である、新モーツァルト全集特別するために現代になって、付けられた名前であり、出版時の名称は、ボルフガング・アマデウス・モザーツ・ベルケ、クリーティッシュ・ダーチ・ガ・セイエン・ゲサー・ム・タウス・ガビであった。旧全集の指南役の一人となったのは、現在でも、モーツァルト作品の標準的目録であり続ける、 ケッヘル目録を整理したルートビヒホンケッヘルであった。ケッヘルは前週が完成に至る用部隊裏で作業を行い、貴重な楽譜を出版社や編集者の仕事のために貸し出した。その編集作業に実際に従事した人物の中には、ヨハネス・ブラームス、ヨーゼフ・ヨアヒム、カール・ライネッケ、ユリウス・リーツ、そしてヨハン・ゼバスティアン・バッハの伝記で著名なフィリップ・シュピッタラがいる。 当時としては注目すべき業績であった一方、旧全州は致命的な欠陥に悩まされていた。フレデリック・ノイマンによれば、旧全州は一部の巻の信頼度が非常に高い。一方、他はそれほどでもないなど、信頼性が大きく異なっている。アルフレート・アインシュタインは、体幹式競争局とフィガロの結婚の提示の仕方に不満を表明しており、さらにフリードリヒ・ブルーメは、 彼が呼ぶところのこの版の弊社の驚くばかりの先迫さとしばしば見られる全くの無責任さに特に容赦がなく、モーツァルト作品の収集版を及びそれに基づく実用版は彼の作品の骨格以上のものを提示していない、と断言している。また、モーツァルトの新作であることが確かながら、この版に収録されなかった作品もあるが、一部は、 版の完結よりかなり時間が経ってからの発見であったことが理由である。同様に現在では、新眼が疑わしい、もしくは偽作であるとされているが、かつては誤ってモーツァルトの楽曲と考えられていた多数の作品が収録されている。したがって、旧前集がモーツァルト作品集の決定版とみなされることは、もはやなく、この点に関して作曲者の業績についての真剣な、 研究は、新モーツァルト全集へと引き継がれた。しかし、旧全集の一部は、ドーバー社や、その他の古い版の再版を専門とする出版社から、引き続き広く供給されている。他にも、オンラインで楽譜を提供する、様々なウェブサイトにおいては、旧全集の一部を、電子版の形で目にすることもある。旧全集の記録文書は、スターツアーカイブライプツィヒノサキシッシーズ。 スターツアーカイブ、2081ブライトコップハーテルにまとめられている。注釈出典、ポルフガングリーム、コレクテッドエディションズ、E.H.C. ロビンズ・ランドン、エド、ザ、モーツァルト・コンペンディアム、A ガイド2モーツァルツライフミュージック、0から02から87万1321から、4、P427、リーム、P428、フレデリック・ノイマン、 オーナメンテーションインプロビゼーションインモーツァルト零から六九一零二七一一ゼロ p ナインアルフレッド・アインシュタインモーツァルトヒズ・キャラクターヒズ・ワークトランスアーサー・メンドルネーサン・ブローダー零から十九から五十万七百三十二から八 p 三百十四フリードリヒ・ブルームザ・コンチェルトスゼアソーシズイン・エイチ・ロビンズ・ランドンドナルド・ミッチェルエズザ モーツァルト・コンパニオン、0から393004996、P231、スタンリー・サディー、ザ・ニュー・グローブ・モーツァルト、0から393300846、ピアニッシモ、193、197。ありがとうございます。